こんにちは、相馬です。明日8月22日ついに僕がプロデュースする魂の一品オープンいたします。ありがとうございます。で、今日の動画は当店魂の一品の、メインメニュー極み魂油そばっていうものの全のせバージョンをご覧に差し上げようと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではどうぞ。はい、やってまいりました。こちら極み全のせ魂油そばということで、僕が一番おすすめしたい当店の油そばを今日はすすってみます。そしてですね、調味料も、まあ、油そばならではなんですけれども、いろいろご用意させていただいておりますので、この調味料の使い方とかもね、どういうタイミングでとか、まあ、一番僕がおすすめする食べ方などをご覧に差し上げれればと思っております。それではいただきます。油そばなんでスープがないんでね、もう早速麺からいっちゃおうかな。で、僕はやっぱりこうシャキシャキした玉ねぎとね、この麺を絡めるのがすごく好きで、それを存分に味わっていただきたいなということで、玉ねぎも取り入れてるんですけれども、生玉ねぎでね、玉ねぎの辛さとか、これがよく合うんですよ、この油そばに。うまっ。乳化してね、麺の表面にとろみがついてる、このオリジナルの麺、ほんとこの極み魂のために約半年かけて作ったこの麺、麺工場さんもね、僕にうるさく言われてヒーヒー言いながら作ってくださったんです。本当にもう今自分で食べてて泣けてくるぐらいちょっと感動するうまさです。本当にうまいわ。そしてチャーシューが2種ありまして、同じバラなんですけれども、巻いてるチャーシューとブロックにしてるチャーシュー、まず巻いてるやつを食べます。うんうん、あ、うまっ。もうすごくね、柔らかくて、でもすごく噛み応えあって、もう豚のね臭さをちょっと残してるんですよ。そしてかく、うん、味が全然違いますからね、本当に面白い。我ながらね、あのこういうテイストにできた油そばが本当に素晴らしい出来で、自己満足しております。チャーシューと麺をねすすろうかな。うん、はい、いよいよこちらの調味料なんですけれども、調味料はタレ、お酢、ラー油、マイルドマヨネーズ、ニンニク、一味唐辛子とありまして、これ全部油そばに合うように、チョイスしております。で、タレはどちらかというと甘みが強いかな、カツオのエキスと、まあ、豚のエキスを配合して甘辛く煮て作ったタレです。これをね、僕はどういうタイミングで入れるかというと、このニンニクをねバッと入れまして、で、このニンニクの上にちょっとタレをね入れてください。そしてここにラー油をもう本当に数滴垂らすぐらいの気持ちで、これをね全体に混ぜるんじゃなくて、このかかったとこだけ混ぜて、広げないまま広げずに、ここの一口を全て持ってってください。これでこのままで、うまっ。これ個人的に中毒になるわ。うまいっす。もうこんな感じで、もうだいぶ少なくなってきた頃に、僕はいつもお酢を入れて最後の締めに向かいます。もうお酢の量は好みでね、僕は1周ぐらいなんですけど、そしてもうお酢もめちゃめちゃ合うんすよ。うまいわ。で、温玉があるんですけど、これ僕流の食べ方ですよ。実はまだ残してます。ちょっと玉ねぎのみじん切りとかね、油もちろん置いてるし、メンマとか海苔とかもあるんですけど、チャーシューもまあ数切れ粉々になったのあって、これ僕の食べ方ですよ。当店はね約 150g のご飯を提供してるんで、もしかしたら女性とかこれ多いってなるかもしれないので、ちょっと少なめでとか言ってくださったら 100g とかに調整しますんで、この最後のこのぐちゃって残ってるやつに濃いめして混ぜるのがうまい。いただきます。めちゃめちゃうまい。これは本当にうまい。ペルッと完食で、まだあります。で、最後にね、僕おすすめしたいのはやっぱりね、この割りスープなんですよね。この割りスープなんでかって言ったら、油そばってスープがないから、本当のラーメン好きな人とかって
こう最後にスープすすりたいっていう人がいるらしくて、その満足感を得られない油そばに対して結構不服を抱いてる方が多いって聞いたんで、この割りスープをご用意させていただいて、ここに投入して最後に飲んでくださいというような形で提供させていただいております。ただまあご飯さっき入れたんでちょっと残りのねタレとかがなくなっちゃったんですけれども、ご飯食べれないけどスープ飲みたいよっていう方はもう割りスープだけご注文いただいて、まあ、こんな感じで飲んでいただければと思います。あ、美味しい。ちょっと中華っぽい風なこうスープに仕上げたんですけれども美味しい。ごちそうさまでした。はい、こんな感じで魂の一品の油そば、おすすめの食べ方と同時にどんな油そばを提供しているのかということを見ていただけたと思います。明日22日オープンでございます。ぜひ一人でも多くの方に、来ていただければと思いますので、僕は元気よく迎えさせていただきますので、ぜひご来店のほどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ソマでした。バイバイ。